後でクリア入れるからもう。最後のもう塗装のところまで来ました。で、今回ちょっと部長が塗る予定だったんだけど、ちょっと業務がバタバタしてて、僕が登場したということなんですが、最初はちょっと整理しましょうか。最初はこのスポイラー、お客さんから壊れてて、ここを修理してくださいっていうので、依頼が来たと。まず1個で、ここはスルッとしててもうほぼ治ってるということです。なんで今からここを、クリアコート、まあ、あの動画で出てると思うけど、ここカーボン少し貼って、目をごまかして、ここも割れて浮いてたところを削り落として、中の気泡を抜いてクリアで埋めて、もうわからないようにしてる。で、今から最後のクリアを入れる。はい、はい、で、2番目がこれですね。リアが変色してたと、黄色くなってなってましたね。ここを、黒くしてほしいと。黒くっていうのはそのカーボンを残した状態で黒くするクリアブラックで、で、まあ限りなく新品に近づけると見栄えが悪いので、この2点だったんですけど、まあ喋ってるうちにお客さんがこっちもクリアコートした方がいいですかね、おいおい来ますかねっていう話で、あ、クリアコートしといた方がいいですよって話になって、じゃあもうついでにここもクリアコートしようということでクリアコート、これ今クリア2回入れてます。もうだからだいぶ分厚いんですよ。で、こいつに限っては3回クリア入れてます。もで、フロントスポイラーも入れてる。で、今から何するのって言ったら、今からこれですね、クリアブラックっていう、まあ、これ見てもらったわけだけど、スモークのなんかフィルムみたいな感じですね。うん、半透明の黒と透明を混ぜた特殊な液体を今から塗り込んでいくと、そうすると半透けた状態で黒くなってくる。ただスモークみたいな感じですね。まあ、これがこうガンに入ってきてるこれです。これを今から塗っていく。で、塗れば塗るほど黒くなっていくんで、その辺のさじ加減は僕が目で見ながら判断する。だフロントスポイラーも結構綺麗なんですよ、黒。リアスポイラーも黒。ミラーがマッキンキーなんで、もう僕はもう目視で見ながら合わせていくようなイメージですね。うん、
どれかが黒すぎてもダメだし、こいつだけ黄色すぎてもダメなんで、折衷案取って、大体それを言えるように、だからまあ必然的にこいつ塗る回数が増えるよね。ですね。っていうイメージかな。うん。で、お客さんから電話があって、やってるうちに追加で、ここになんかスモークのフィルム貼ってたんですね。テール？テール。ハイマント。塗る。はい。追加作業をいただいたんですよね。ああ、はい。それで今バラしてって頼んだんです。はい。スモークにするんですか？そう。なんか同じぐらいかちょっと薄めかなんかもうセンスに任せるって言ってもらえて。はい、センスはいいので大丈夫です。今から外してってもらうね、はい、バラしていきます。取れるのこれ？わからない。これ変えてるから取れるんちゃうかなと思って、うん、で一回中見て、はい、バラせるかどうかやってみます。はい、お願いします。これをやっぱり塗装で綺麗にスモークブラックしてくださいってことだったんで、これも一緒に合わせてやっていくと、はいはい、でステップのところも小刻みだったけどそれはもう直します。ただ追加が2個入った作業をいただいた、ありがとうございます、はい、なんで最後ちょっと僕が気合い入れて、やっていきます。まあここがメインの作業になるんで、まあ、コバにカメラを緊急的に回してもらいます、はい、ということで、さあじゃあ塗っていきましょうか。まあカーボンブラック、クリアブラックの作業も、まあ、やってるとこはしょっちゅうやってるんでしょうけど、なかなか普通の板金塗装屋さんの若い子とか、ね、そんなするのないか、あんまりないです、もう見たことない、まあ、こういうやつするんだっていう、まあ、指標になればいいかなと思います。じゃあやっていきますか。どうしますか？来てます。いい感じ。あ、一回バッテリーない。お。はい。はい。充電、もうしながらと思ってことで作業が忙しいので止めれない。今ちょっと充電してる間に、あと一回だけ塗っといたんですミラー。でもミラーはこれでほぼ標準というか。黒いでしょ。もうだいぶ黒くなったんで、あとはクリアだけでいけるかなと思います。で、テールいきますね。まず1回目
かモザイクみたいな感じで、スモークに変えると結構黒かったよね、真っ暗やった。まあちょっと気持ち黒めでいきます。車も黒やし、本当に黒すぎるとチャチくなるよ。めっちゃ悩む。黒目がいいって言ってるからね。もう一回やるか。もう一回悩むのね。新品になりましたね。新品だ。これは今出たところなんで最後に。
たっぷりめに塗っておりますっていうのもボディ塗るときって肌とか気にせないとダメなんで、塗りすぎてもダメやし少なすぎてもダメ、一番いい肌塗装かな。そういう社外品のエアロの場合は肌も下手くりもない、とにかく分厚くたっぷり塗ってあげた方がいいと思うんで、たっぷりめに塗ってます。塗りすぎると枯れるから、お疲れ様でした。これでもう、
さんも喜んでもらえるんじゃないかな。いい感じになりましたね、うん、こんな感じです。めっちゃいい感じ。綺麗。やっぱりステッカーって、塗装のクリアといい面悪い面あるんですよね。でステッカーって剥がせるっていう面あるんですけど、塗装は剥がせない。で元に戻ったら戻せます。取るだけなんで、その代わりちょっと費用かかりますけど、もう一回クリアにし直さないといけないんで。ただやっぱ綺麗よな。絶対こっちの方がいいですね、うん、クリア塗装だとやっぱ艶が全然違います、はい、ステッカーだとやっぱどうしてもボケるんで良し悪しですよね、まあ、そんなにこだわりなければステッカーでいいと思うけど、まあ横車並べられたら全然違うよね、はい、うん、これで OK ですね。お客様は全てさせていただきました。何より俺ミラーが一番大きいんちゃうかな。何しかミラーが車をちょっとみそぼらしくっていうかダメにしてたんで、こいつがこんだけてっかてか、もう綺麗にもう黄ばんだのも取れて、こんだけ黒なカーボンっぽくなれば、はい、カーボンっぽくっていうか元の色になればいいんじゃないかな、うん、あと土台だけも黒いにもう一回塗り直してやれば新品のミラーになると思うんで、あとは取り付けしてちょっとだけ磨いて終わりです。もうそれはちょっと部長にやってもらおうかな。というわけで塗装は以上でございます。じゃあ次の作業に行きます。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、無事、はい、作業完了ということで、はい、はい、最後に総括というかおさらいしましょうか、はい、まずはフロントスパイラー、はい、はい、もう全く分かんないですよ、うん、でこっちもやったね。こっちも釣られて割れてたもんね、うん、こっち本当分かんない。すごい、ね、こっちはちょっとカーボン貼ってごまかしたようなイメージなんですけど、まあちょっと画像じゃ分かりにくいけど、ちょっとカーボンの目が荒れてはいます。ただマシンだったらいいなと思って、うん、お客さんが了解済みなんで、ここは表面はつるっとしてるんで、はい、まあ期待には応えられたかなっていうところですよね。はい、うん、そう、若干黒くしてます。はい、はい、で次はミラーですね。はい、めっちゃ黒いね。ボロボロやったね。ボロボロやった。ここもちょっとお客さんテープ貼って。そうそうそう、こう一番ひどかったよ、付けねえとこは。作ったんですね。作りました。これが一番クリアブラック入れたかな、うん、で一応黒くはしてますと。綺麗な、これ喜ぶと思う。新品同然ですよ、ここまで来たら。この土台も艶消しの黒を塗ってます。綺麗になりましたね、うんうん、反対側もね、よいしょ。当然反対側も土台も綺麗にしてると。でクリアブラックで仕上げてます。綺麗、うん、巻き木やったもんね。巻き木でしたね、うん、劣化もうなんか物がダメだ、うん、悪かったのと劣化のとって感じだろうね。はい、で次はで、ね、ここに傷が預かってる間に追加の依頼を何個もらったね。傷があったので塗装してます、うん、はい、頬の傷は取ってます。ステッカー探しても大丈夫なようにこの辺でぼかしてるとうまいこと、はい、大丈夫、うん、ちょっとこの傷は取ってないんで多分見てる人分かんないと思います。そうね、はい、先決だったの、うん、これもはい、クリアコートでちょっと気持ち黒くしてます、はい、土台、あ、これ追加だね。艶消しの黒、艶ありの黒っていう依頼だったけど、まあ、部長が電話して、いや絶対艶消しの方がいいっすよって言って艶消しに変更しました、はい、まあ、正解ね。こっちの方がいいです、うん、高級感出ちゃうからね、艶ありだと、まあ、あくまでもスポーティーな車なので、はい、っていう感じですね。あとはテールですね、はい、スモークディフェーサー、あ、ディフェーサーじゃないわ、ね、リフレクター、あ、ハイマウント、はい、あんま濃すぎるとまたチャチくなるから、それは、はい、なんでこんな感じですね。あとはまあ細かいホイールタッチアップしてあげたり、はい、ちょこちょこしてましたね。です、はい、
まあ、これを YouTube 来て、見て来てもらってますから、はい、本当にありがたいです。ありがとうございます。はい、あとちらっと横に映ってるポルシェケイマン、これも連続でお客さんから来てもらったんですけど、まあ、これネタバレになるからちょっと内容はまだ伏せますが、まだ内緒です。ただ、まあ、YouTube 見て来てもらってるってとこですよね。はい、はい、これも企画で持っていきます。はい、まあ、何をするかはお楽しみと、ね、はい、っていうことで、じゃあ今回は、ポルシェの GT の、まあ、カスタムと修理って感じかな。はい、でした。はい、じゃあ閉めてください。閉めてください。また見てね。バイバイ。チャンネル登録もよろしくね。お願いします。